更年期とキャリア、ミッドライフクライシスを乗り越える心と体の対策ケア。こんにちは、ザ・チェンジオブライフチェブラ、更年期トータルケアインストラクターの永田恭子です。このチャンネルでは、更年期からがよりご機嫌に快適に過ごせるようなヒントやアイデアを発信しています。私の人生、これで良かったんだろうか。このチャンネルを見ている皆さん、一度はそう自分自身に問いかけたことがあるのではないでしょうか。私はあります。そう、30代後半頃から50代にかけて80%もの人が体験するのがミッドライフクライシスです。この時期ですね、働き盛りというふうに言われますけれども、働き盛りのこの年代なんですけれども、心や体、またはこう自分の周りの環境っていうのもすごく大きく変化しやすい、そんな時です。でそこで今回はこうミッドライフクライシスをテーマにして、仕事、こうキャリアもプライベートももっと楽しむためのヒントというのをお送りしたいなと思います。まずはミッドライフクライシスについてです。ミッドライフクライシス、中年の危機っていう風にね言われますけれども、何かっていうと、中年期に感じるアイデンティティとか、存在意義とか自己肯定とかがこう揺らいでしまうような、そんな心の状態を指します。自分は一体何者なんだろうかとか、自分の人生はもうこれでいいんだろうかみたいに、こう思春期に似たような心の葛藤とかね、不安に悩むっていうことから、別名第二の思春期とか、あと思春期ですね、思う秋のこう期間って書いてね、思春期なんていうふうに呼ばれることもあります。女性の場合はですね、この時期更年期と重なって、心や体になんかすごく変化を感じるっていうこともあるでしょうし、また人によっては親の介護であったりとか、亡くなられて死別を経験する、またこうお子さんがいらっしゃる方は子供が巣立っていってしまって、心にですねぽっかり穴が開いたような、なんかそんな感覚になるっていう方もいらっしゃるでしょう。このような体の変化とか環境の変化から突きつけられるのは、そうだ、人生には限りがあるんだっていう、こんな事実を突きつけられるわけですよね。だけどこのミッドライフクライシスを経験するっていうことは、これはその思いを裏返せば、一度きりの人生をもっと豊かに生きたいっていう前向きな気持ちですので、なのでぜひ前向きに対策をしていきましょう。というので、ミッドライフクライシスを乗り越える心と体の対策ケアについてです。まずは体からです。ちょっと今回ですね、5つの対策方法をご紹介していきたいなと思うんですけれども、まず1つ目は運動すること。はい、運動してセロトニンを味方につけるっていうこと。これですね、まず体から作っていくと心作りすごくスムーズにいきますので、まずは運動からぜひ試してみてください。不安感とか心の不調を感じているっていう時に、後回しにしちゃいけないのがもう体を動かすっていうことなんです。で特におすすめなのはウォーキングとかのリズミカルな運動ですね。リズミカルな運動っていうのは、セロトニンっていう別名幸せホルモンって言われますけれども、幸せを感じられるようなホルモンの分泌を促してくれて、前向きに物事を考えやすくしてくれます。なのでウォーキングとてもおすすめです。あとは筋力とかね、体力を維持するっていうことはとってもね、自信になります。筋力体力何歳からでも回復させるっていうことができますので、で体力つくと疲れにくくなります。そうすると仕事でもプライベートでもまだまだこれからだっていうような、そんな自信とか意欲につながっていきますよ。どうしても更年期の渦中であったりしんどいと、なんか運動する気分じゃないっていう場合もあると思いますけど、そんな時は
その場で深呼吸をするっていうこと、これをぜひ試していただきたいです。どんな呼吸かっていうと、もう息を吸う2倍の長さでゆっくりと呼吸をとね、吐き出すという方法です。これですね、自律神経のこうバランスが整ってすごく気分を良くしてくれる呼吸法なんですね。リラックスする呼吸法です。鼻から4秒間息を吸ったら口から8秒間かけてゆっくりと呼吸を吐き出すということを、ぜひ試してみてください。それでは2つ目のケア方法です。2つ目のケア方法、こちらは心ですね。自分の喜ぶツボを抑えるということです。これすごくね大事なんですけれども、どうですか皆さん、もしかしたら僕があなたを幸せにします、結婚してくださいっていう風にプロポーズをされたことがあるかもしれないんですけれども、だけど自分を幸せにするのは自分自身です。目を覚ましましょう。はい、自分で自分を満たす力っていうのは、特に大人になってからの、人にはとってもね大切な力です。というのも、やっぱり子供の巣立ちだけではなくって、女性の場合ですね、男女の平均寿命から考えても、多くの女性っていうのはいつか一人で生活する時が来ます。自分の幸せとか自分の満足っていうのを、他人とか、家族とか会社任せみたいにしてれば、思い通りにならない時に不満が出てくるんですよね。で、そればかりか、やっぱそれらがなくなってしまった時に、自分自身がね困っちゃうっていうことがあると思います。そうは言ってもね、なんか一体何すれば私は幸せで、私は満足なのかしらっていうふうに思うことも、ありますよね。自分のツボが分かんない、そんな時には、こう好きなこととかね、得意なこと、感謝されること、やりたいことを紙に書き出すっていうことがとってもおすすめです。これね、ぜひ試してみてください。好きなこと、それから得意なことですね。で、余裕があれば、私どんなことしたら周りから感謝されるのかなとか、どんなことやりたいのかなっていうことを、箇条書きでいいので紙にね、とにかく書いてみる。これ結構自分の整理になります。で、書くときはやっぱ周りの評価とか、周りからの価値観とか、一般的に常識と言われるものは一旦横に置いておいて、常識なんてすぐ変わっていきますからね、それは一旦横に置いておいて、自分を主語にして考えてみてください。自分は何をしたいのか、自分はどうありたいのかっていうのを、自分の軸で改めて考えてみるっていうこと、これはミッドライフクライシスを乗り越えていくためのすごく大きな助けになるはずです。そして3つ目の対策ケア、これはですね、新しい目標を作りましょう。はい、新しい目標を作るとね、ドーパミンっていうホルモンを味方につけることができるんですね。目標を達成すると快感ホルモンって呼ばれる、もうこれドーパミンですね、が分泌されて、もっとやる気が出てくるんです。これ例えば何でしょう、毎日のお仕事の中でも自分なりに新しい目標を立ててみるっていうことをしてみてください。小さなことでも構いませんので、なんか目標を達成した時に、やったっていう風に思うっていうこと、これも結構大事で、これ実際に声に出して言ってみるといいと思います。目標、ちっちゃな目標、もうほんと今日はメールをなんかちゃんと50件返す、50件多いかな、10件返すとかでもいいんですけど、それで小さな目標を設定して達成した時に、やったっていう風に言ってみる、または新しいことにチャレンジしてみるっていうことですね。これも心にとってもパンとね、張りを作りますので、おすすめです。で、新しいことをチャレンジしたり、目標を達成したっていうことが自分で認識できると、やっぱりそれがすごくちゃんと記憶につながって、味わう、人生を味わうっていうことにもつながってきますのでね、ぜひ試してみてください。途中でお知らせです。更年期の正しい知識と対策ケアを伝える技術を身につける、更年期ライフデザインファシリテーターの養成コースがスタートします。
周りの人たちを笑顔にしたい、更年期に孤独に悩む人を減らしていきたい、そんな方は一緒に活動をしませんか？詳しくは NPO 法人チェブラのホームページをご覧ください。お待ちしています。はい。そして4つ目の対策ケア方法。これはですね、自分のキャリアを棚卸ししてみるっていうことです。多くの修羅場をくぐり抜けてきた皆さんじゃないですか。あなたは多くの修羅場をくぐり抜けてきたから今40代50代になれてるわけなんですよ。これまで生き抜いてきてるわけなんです。で、それらの経験とか、またね、人に出会ってきた、多くの人に出会ってきた人脈であったり、仕事で培ってきたこのプロフェッショナルなスキルであったり、やっぱり仕事じゃなかったとしてもずっとコツコツ積み上げてきたもの、他者から見ると、他人から見るとすごいスキルを持ってるし、すごいものを持ってるのに、ご本人全く自覚してないみたいな、そんなケースって結構あるものなんです。自分の棚卸しをして、自分自身を客観的に見るっていうこと、これは自分を知るすごく大きなヒントになります。自分をそれ知ることができればですね、例えば、お仕事面ですね、キャリアでも目標設定しやすくなりますよね。また自分、さっきね、こう挙げた好きなこと、得意なこと、感謝されること、やりたいこと、つまりは自分自身の心がね、こう動くっていうことと、例えば今いる環境、会社であれば会社の希望することとの、この接地点、つながるところが合致するポイントっていうのが見つけることができたら、やっぱりすごく締めたもので、たとえ同じ働くっていうことを一つとっても、生活のための仕事、よくね、ライスワーク、ご飯のための仕事ってライスですね、こうライスワークって言われますけれども、から人生を豊かにする仕事、こうライフワーク、人生の仕事っていう風にね、ライフワークって呼ばれますけれども、ライスワークからライフワークにやっぱり感じ方が変わっていくっていうだけでも、すごく自分自身の満足度、充実度が変わってきます。で、そして5つ目の対策ケア方法、5つ目はですね、頑張りすぎないことを頑張るです。はい。これね、頑張りすぎないっていうのは、サボるっていう意味じゃありません。サボるっていう意味じゃなくって、自分を大事にしてみるっていうことです。つまり丁寧な生活をしましょう。精神的になんか不安で辛いなって感じる時って、こう心がけとか気合でなんとかしようと思っても、もう何ともならないんですよね。どうにもなりません。寝る、食べる、動く、これ人間がね、生きるために必要なことなんですけど、この寝る、食べる、動く、これを優先して丁寧に行ってみること、そうすることでまず自分を整える、自分を満たすっていうことです。心をね、満たす方法いろいろあると思います。自分自身がね、リラックスする方法、映画見るとか、コメディを見るとか、音楽聴く、映画さっき言いましたね、趣味をするとかね、心をこう動かすこともとってもね、リラックスできるので、とってもおすすめです。そう、ミッドライフクライシスってすごいこうネガティブで、なんかやばい、ミッドライフクライシスに陥ってしまった、私の人生これでいいのか、ああみたいに思っちゃいそうなんですけど、これってすごく私は自分のこと考える、改めて見つめるチャンスの時だなっていう風に思ってます。やっぱりね、少し自分が満たされれば心にも余裕が生まれますから、困ってる人を助けられたりとか、また人を思いやったりとか、お仕事でも本来の力が発揮できたりとか、新しいことチャレンジしようっていう意欲が湧いてきたりとかしますから、なので、これまでよりも少しだけ自分を優先して、堂々と自分を大切にしていけたらいいなというふうに思ってます。はい。というので、今回は更年期からのキャリア、ミッドライフクライシスを乗り越える5つの方法というテーマでお送りをしていきました。何か少し豊かに生きるヒントになれば嬉しいです。というので、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。